A few weeks ago, I learned how to make Finnish salmon soup from my colleague who is good at cooking. And the main reason why I learned it is that I wanted to make it for my family. And now I'm back in Japan for holiday, and I asked my family if they want to taste it, and they said yes, definitely. So in this video, I'm gonna try making Finnish salmon soup, also called lohikeitto in Finnish, and make my family taste it. And I have this recipe, Anna's Finnish Kitchen, and basically I'm gonna follow this today. And luckily I found most of the ingredients from Japanese supermarket. And I have brought different kinds of Finnish foods and sweets to my family so far, including cinnamon rolls, Canadian pie, different candies and chocolates, and I think they have liked some of them, especially cinnamon rolls, fatsuri geisha. But they didn't like salmiakki for sure. But anyway, today I'm interested in seeing how my family likes Finnish salmon soup. Let's see. Okay. Okay, so I have all the ingredients here. I didn't expect to find dill in Japanese supermarkets, but luckily one of them had it, so it's fresh one. お母さんなんか手伝うことある？なんか自分でやったこと？野菜切って、じゃあ玉ねぎみじん切りするし、その間に人参とじゃがいも切っといてもらっていい？サーモンスープとか食べたことないやろ？ない。フィンランド来た時もな、食べてなかったもんな。なかったな。サーモンスープは初めてや。せやな。うん、魚のスープがまずあんま。そう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 、単純に。サーモン好きやしさ。うん、確かに。まあ日本人的にな。うん、酒はよくサーモン食べるから。いや、まあ一口サイズ。こんなん？もっとちっちゃく？それ半分ぐらいかな。オッケー、そこでもうじゃあ玉ねぎ炒めて、うん、そうしようそうしよう。でそこその後、あれ月桂樹とオールスパイスと、うん、他の野菜も入れて、うん、炒めると、うん、まあ、シンプルやで、うん、手順は、うん、バターは、はい、大さじ2杯。で、まあ透明になるまでかな、うん、塩コショウいらんのかなこれはな、何もかいい、うん、まだ書いてあとで塩入れるし、うん、ほらあの河原がさ、うん、ヘルシンキ来た時、うん、カッペリっていうカフェで、あと他のとこあのマーケットホールでも、うん、サーモンスープ食べてた、うん、うん、美味しい言うてたやん。そうそう、いやなんかめっちゃハマった、多分一番それがハマったかな、うん、いいやんな、うん。でこの後オールスパイスと月桂樹の葉を入れて、うん、で、野菜も残り入れて炒めると。月桂樹を2枚、はい、これね、せねんで、オールスパイスは5粒って書いてんねんけど、うん、これパウダーしかなかったから適当や、適当やな。どんな味すんねん。よう分からん。なんかシナモンみたいな。いいやいいや。いい香りや。あ、ほんまやな。うん。ほな、ちょっと水入れるわ。はーい。いいね。ほな、塩なんて書いてる？そこ。あ、これか。ティースプーンやから、小さじ 1.5 やな。小さじ 1.5。はい。はい。はい、オッケー。まあ、1個にいけるやろ、こんぐらいやったら。うん、いけるいけるいける。十分。だから前教えてくれはったときは、うん、野菜のこう、箸とかを煮て野菜だしを自宅で作らはったけど。ああ、それ美味しいわ。うん、まあないから、この、かつおだしでいいやろ。一緒な、今日はかつおだし。うん。
フィッシュをベジタブルストックやからフィッシュでいこう今日は。はい。まあこんだけあればいいやろ。うん、うん、じゃあこれの皮を取っていきます。はい、お願いします。じゃあ皮取るの皮をね、あ、ほらいけるな、いけそうやな、こうやって、あ、うまいうまい皮取って売ってるやつが今日なかったからな、いけてるな、あ、OK やろ、いけた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 、OK OK、骨が入ってるから、うん、それちょっと取らなあかんな、そうそうそう、じゃあサーモン切っていきます。はい、はい、これこんぐらいでいいな、ちっちゃすぎてもあかんしな、うん、味見させてもらいますわ。あ、シンプルな味そうやろな、美味しい、うん、いけるいける、これに生クリームとか入れたらまた整うんやろな、サーモンの出汁もちょっと出汁がよく効いてるよ、うん、どう、人参か、人参が柔らかかったらいけると思う、いけな、うん、これさせへん、まだ硬いか、ちょっともうちょっと、うん、ちょっとまだ硬いわ、サーモン、サーモンスープ、うわぷいいなぁ、カレー、カレー、もいって言って、もいって、もいかわいい、もい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 キートス、トキ惜しいな、惜しい、なんか惜しいここに入れるの、うん、もう全部入れてくれたらいいわ、いけるいける、うん、ヘタ君、うわうわ、これどんなスープなんやろ、ママ見て、魚ってスープで食べへんもんな、あんまり、そうやな、焼き魚やな、やっぱり、うん、あ、ローリエ入ってるやん、あ、せやで、ママ、はい、じゃあ、赤い次、生クリーム入れちゃって、どんだけ？全部。200やろ、それ。いくよ。はい。一気に。うん。うわぁ。あ、これがやっぱりまろやかになるんかな。クリーム、牛乳じゃないのがいいな。うん、で、まあ、あと、もうちょっと沸かす。10分ぐらいかな。うん。そんなな、火入れすぎたらサーモンあれやし。なるほど。あ、なんていうの？普通に火は入れなあかんけど。いい感じよ。美味しそう。で、味見なあかん、ちょっと塩足りひんかもしれんし、はい、コーラみたいな、これ、うん、味見て、あ、でも美味しくない、ちょっとでも塩入れる、塩美味しいな、あ、ほんま、うん、それはよかった、ちょっと締めた方がいいな、あ、ほんまや、サーモンスープの味や、美味しい、塩いるな、塩いるな、これぐらい、ま、任せるわ、もう怒らへんって、ほんまや、ほんまや、ほんま、さっきの美味しいわ、うん、ごくごくごく、あ、美味しいわ、美味しい、あ、美味しい、クリームのスープとやっぱりよう合うわ、美味しいわ、うんうんうん、美味しい、うん、ほんま、よかったよかった、なんかまあ定番スープね、塩加減もなんかこれいいな、美味しい、うん、いい、美味しいわ、これまたなんかスパイス効いてるよな、ああ、オールスパイスかな、スパイス効いてる、ディルの香りもいい感じ、うん、でもフィンランドのサーモンやったらもっとプリッとしてるもんな、肉厚がなんか、うん、なんかツイッターでも一応言われたサーモンがなんか違うねんみたいな、
あー、やっぱりまあそうなんや。あの鮭とサーモンちょっと違うから、日本の。あまあ、ライ麦パンとか、じゃがいものパン。ジャガイモパン。リエスカっていう、とかがあれば一番いいやつ。練り込んでるってこと、うん、塩とホールスパイス、あの、なんや、あの月桂樹、あれ、なんや、ローリエぐらい。はい、それだけで、なんかこんな、うん、で、カツオだし入れたけどな。あー、あうん、ちょっと苦みが出るんか。なんか前作った時、あの野菜をさ、煮出しての野菜だしを作ってくれはってんけど、はいはいはい、野菜だしもあるな、うん、でもフィンランド料理はそんなスパイス使わへんから、塩コショウぐらいちゃう、ほとんどだから。でも美味しいよね。まあシンプルやな、うん、シンプルやけど、まあ素材の多分野菜の、うん、旨味も出るんだ、うん、煮込んで、まあ冬とか特にな、うん、いいと思う。あったまる。めっちゃ抹茶の香りが強くて、でも今抹茶だよね。うん、あ、またフィンランド来たらこれ食べて、うん、友達みんな好きやったし、お気に入りやったね、うん、美味しい。これ余ってるスープだけであれリゾットみたいにしてもらえる。あ、なるほどね。あ、リゾットね、せやったことないわ、うん、おかわりして。おお。もうほぼないやん。いや、ほぼないやん。ええ、こっちゃもうさらえるよ。うん。おお、綺麗、さっぱり。よかったよかった。彼なんか本持ってくるか。じゃあちょっとサーモンスープの感想を教えてください。うん、日本人の口に合う。うん、ああ、うん、なるほどね。美味しかった。うん。パンにも合うし。確かに。うん。確かに。シンプルやけど。うん。はい。確かに。そうやな。まあ、簡単やし。簡単やし。ああ、そうやな。簡単でこんだけ美味しかったら、うん。うん。ボリュームもあるし。うん、それよかった。今の季節は。うん、ああ、確かに見栄えもするし、温まるし、うん、なるほど。じゃあありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。Yeah, so as you saw, my family liked salmon soup, so I'm happy about it. My sister's husband even said he wants to make it at home, so I'd say it was a success. So if you have any other ideas like what I should make for my family next, please feel free to let me know. Any ideas are welcome.Anyway, thanks for watching and hope to see you in my next video. もう一回